1000万円以下で、しかもワイキキ。これがあの噂の噂の噂ハワイアンプリンス、こちらです。こちらの 1LDK がなんと、うん、なんと、はい、やってきました。ここはどこでしょうか。おっと、パドルボードエースへ。いつもの場所にやってきました。はい、ここはシャラーン、ポッポスです。 B さん、いいですね。ここは私が愛したポイントで、お、波がやってきましたね。これは誰が乗るんでしょうかね。前回あちらのコロニーサーフご紹介しましたね、リーさんと。私がずっと30年以上かな乗ってるポイントとなります。今日は果たしてどこの物件を見に行くのでしょうか。お、いいですね。ということで1本2本乗ってから行きます。今週はリーさん、よくハワイに来るってことで、ストレージ、サーフボードとか置ける物件、1000万円以下で、しかもワイキキ、あの辺の物件見に行きましょうかね。まずは乗ってからね。 OK。7万ドル。はい、ということでサーフィン終了。物件の方に行きましょうか。いやー、でもお腹減りましたね。ちょっとどっかランチでも食べようかな。どこがいいかな。飯どこ行く？どこ行こうか。やっぱりハンバーガー行ったよね。またハンバーガー。前回も同じようなパターン見ましたね。という感じでオフィスからちょっと飯でも行こうかな。ハワイに住む、これね、皆さんこの1ページ目注目で、ハワイ不動産からのアリ、アリに会うとステッカーもらえるかもねっていうで、ハワイ不動産オフィスでした。いやー、飯どこ行こうかな。どこ行く？ハンバーガーって言ってたよね、うん、あそこあるかな、アロハテーブルハンバーガー置いてるかな。お、久しぶりにいいね。ちょっと行ってみる。うん、気持ちいいね。やっぱサーフィンの後めっちゃ気持ちいいね。うん、はい、ここはあの有名なベイハワイ不動産のオフィス。
アロハテーブル久しぶりやね。久しぶり。定番すぎて行ってなかったけど、たまには。おー、でもビキめっちゃ止まってるね。おー、アリに借りて俺毎日乗ってるから。あ、ビキの定期券ね。そう、あれいいよね。あれ最高よ。あれで乗り放題、あ、1ヶ月何時間やったかな、10時間ぐらい乗れるパターンのやつ。あれだとワイキキの外に車止めて、うん、そこからチャリ乗って、そうね、でレイハワイ不動産のオフィスに来て、いた勝手に使って乗るみたいな。最高や。最高や。フレッシュポケ。ここの建物もなかなかね。あ、この辺ね。あ、アイス、アイス、アイスクリーム屋さんが2つあるね。お、あ、ここはもしかしてデーブスアイスクリームや。ここに来たんや。ここはレイハワイ不動産のオフィスが隣、うん、にオフィスを構えてるよね。ここタコス。お、タコスのフードトラック。タコもね。ああ、いいね。サーフィン終わりにうまそうよね。まあでもせっかくなんでアルファテーブルさん行ってみようか。この2階で、そこが免税店、まだクローズしてるけど。お、ハンバーガーあるやん。あるよ。タコも行きましょう。オッケー。アロハテーブル。そこ。いや、いいですね、外の席。なんかすごい。イエーイ。どれどれ。ああ、ビッグアイランドバーガー、うまそう。27ドル。まあまあするね。カルアポークバーガーか。ロコモコ、まあ定番よね。ロコモコか。うん、はい、やってきました。これはブルーハワイ。え、青ないよ。まあいいか。なんでやね。乾杯。マジでブルーハワイを頼んだよね。マジでブルーハワイ頼んだ。マイタ。ノンアル。マイタじゃない。ノンアルやけどな。ああ、うまそう。オレンジジュースとパイナップル。うまかな。ちょっとクレーム言ってくるわ。もう一杯もらえるか。俺が言ったのは青い方だけど、ちょっと変えてくれる。あのアリーが来てんのに、おい、何してんの。クレーム青ないよ。店の BGM 下げて YouTube 用にセッティングしろと。そう言い出したら怖いよ、ね、こんなこんなしょぼい YouTuber がみたいな。アリーさん、ブルーハワイって青くないんですよって言われたかもしれない。ほんまのブルーハワイ飲んだことないから分からない。確かに確かにないわ。言われるかもしれない。アリーさん、ノンアルやけど寄ってきた。言われると思うで。アリーさん、それかき氷だけですよ。オッケー、来たよ。おお、あ、すごい。すごい。すごいやん。わー。わお。これがあの噂の？噂の？噂の？いやー。これを食べに今、うん、メインランドから観光客がやってきてまーす。ダボ。あれ、それもともとダボ。これ何これ。チーズバーガー。チーズバーガー、パテが2枚入ってる感じ。すごいな。アリーも何ダボ。標準。標準。標準で。標準でダボな。標準ダブルな。すごい。サーフィンの後はこのぐらいガッツリガッツリ。わー、うん、うまい。ダボ、うん、おいしい。カールおじさんと比べてどう？前回の合格やな。
二人とも友達やから何とも言われへん。言われへん。どっちもうまい。どっちもうまい。種類が違うよ。うん。え、これはじゃあナイフで食べてくださいって。そうね。もはやハンバーガーじゃないよね。アメリカ人用のロコモコだよね。確かに、もはやハンバーガーじゃなくなってる。手で食べられへん、え、ライスは苦手な。グレービーソース、うん、あ、カレーじゃないよね。カレーじゃないやん。カレー、これカレーじゃないやん。グレービー、スプーンプリーズ。どう？いや、うまい。カレーじゃないな、うん、いいよね、ここの雰囲気すごいいい感じ。緑がランチもいいよね。みんな大体観光行ってるけど空いてる。ワイキキのランチは空いてます。やっぱり人は誰もいないよね。うん、夜は混むけど。ベーコンがすごい。ベーコンとオニオン、スライスかな、揚げてるやつ、うまそう。いや、こうお腹いっぱいになるわ。うん、何これ、しいたけ、お肉、うん、うん、お肉、うん、スモーキーだね。そのぐらいで多分笑ってくれてんじゃん、どうかな。大丈夫。大阪離れても笑いのレベルだいぶ下がったから、もともとなかったのマイナスになってんのに。アリさん、関西人ですかって言われるんだよね。どう、お客さんは関西人の割合何パーぐらい？多めに言って2割か。ほう。いや、なかなかお金にシビアやから。まあ、ケチとも言うけどな。今日はそういう人におすすめのフックがあるわけでしょ。ね、うん、そういう方が買うっていうのは間違いないんじゃない、うん、でもハワイってやっぱ楽しんで、ね、楽しんでほしいから。そうね、あんまりそのお金お金経費いくらかかんのとか、うん、そんなに気にしたくないよね。10年、20年持てば。そうね、ね、確かに上がってます、上がってましたみたいな、うん、働いてるね。彼は、彼女はこっち生まれ？彼女は沖縄出身です。愛ちゃん、愛ちゃん、沖縄多分聞いてない。愛子か、愛子か、愛ちゃん、多分愛ちゃん、多分愛ちゃん。意外に沖縄の人多いよね。沖縄の人多いね、うん、沖縄の人も湿度が嫌やからっていう人多いね、うん、意外に俺の知り合いでも。出身沖縄ですよね。私沖縄です。なんでハワイに来たんすか？沖縄となんか似ているんだろうな。それまで来たことなくて、なんかもともと観光の仕事してたので。あ、沖縄で。そうです。で、ちょっとハワイに対するジェラシーも入って。ジェラシー。ハワイ来たことなかった。なかったね、それまで。イメージだけで来て。イメージだけで。どうでした？多分住みやすいですね。あの、まあ、なんか、まあ、アイランダーというか、私も島中なので、なんかすごい、緩いというか。今全部ピーってなってるから。うん、めっちゃ悪いこと言ってる。悪いこと、めっちゃ悪いこと言ってるけど、ピーで隠してるから、ね。でも似てるよね、日本の中の沖縄と、ね、アメリカの中のね、ハワイとね。そうです、そうです、ね。うん、歴史とかもやっぱ知っていけば、似てるよね。あ、そう。すごいなんか似ているなっていうのと、文化の部分も。島中、外の人間を嫌うっていう。あ、これピー。そうじゃなくて、そうですね。コミュニティ大事にするところ。そう。一回こう中入るとすごいあったかいみたいな。ですって。こっちで沖縄県人会が入ってるんですか？県人会あるっていうのは知ってるんですけど、まあ、ちょっと徐々に入り込むかなと思ってるんですけど。まだまだサンライズ止まりです。沖縄のドンみたいないるの？ハワイの。だからあの、そうですよね。ドン。ヨネ、ヨネミネか、ヨナシロかっぽいよ。ま、マシロか。名字で判断するからね、沖縄の人結構。私もだ、日賀さん。もろよ。いや、そうなんよ。沖縄行って、名字で、この名字ないなって言ったら、急に小太陽になったりする時も。あ、そう。ある。なんか
本土っていう本土とか内地の方だと、内地だとなんかあの佐藤さんと鈴木さんとかクラスにいっぱいいる、はいはいはい、逆にいなくて気が近所、そうだね、そうだね、だいたいどこの地域か分かるしみたいな、うん、この前沖縄行って沖縄独特のタコスあるよね、なんだっけ、あああるね、うん、チャーリーね、ステーキとか、あのタコスちょっとタコスと思い込んでいくとちょっとがっくりするけど、クリスピーですか、そうディープフライしてる、すごいよね、食べたの、美味しいの、いやー食べてないかも、ね、前回行ったけどメキシカンと思って行くとちょっとなえと思うけど、あれはあれでおやつとして美味しいよね、そうそうそう、1個なんか安いよね、安いです、安いです、なんか有名なとこあって並んでたよ、チャーリータコスとかは結構有名ですね、ね、これところでブルーハワイ、あ、これマイタイ、マイタイ、マイタイや、さっきありブルーハワイだけど青くないなって、なんか自分たので忘れてるブルーハワイも作れました、いやブルーハワイ飲んだことないからこれブルーハワイかなって思っちゃったこういうブルーよね、やっぱブルーハワイ、ブルーハワイはブルーです、ですって、マイタイ、美味しいです、ありがとうございます、お腹いっぱいじゃなくて大丈夫、おかわり、おかわり、おいいバーガー食べてから、ね、ちょっと待って、うん、うん、うまかった、うまっ、まあ、要はライスをパンに変えてるって感じ、ソースと同じで、なかなかや、27度の、うん、3500円ぐらい、チップ入れたら入ったし4000円ぐらいね、これ入れて、だからメインランドからの人はそんなに高く感じないかもしれないよね、そうだ、西海岸、ニューヨーク、都会から来てる人はこれぐらいが当たり前、うん、当たり前よね、やっぱこれぐらいの量ないと納得せえへん、うん、そうね、完食、完食、うん、どう、マイタイ、ノンアルコールマイタイこれがマイタイです、ブルーハワイではありません、わからない、そりゃそう、お酒の世界わからない、ほんまに、確かに、ワインとか言われた日には、うん、絶対アリーに言わんといて、どのワインがいいですかってあれみんな分かってんのかな、あれやろ、白と黒しか分かってないの、赤か、赤ね、ちなみに赤ね、でもよく言われるんじゃない、お父さんにワイン飲みたいんですけどとか、ワインの美味しい店ありますかとか、うん、ワイン好きの人多いです、そういう時は何、あの大輔さんの2階、そういう時はそうだ、ナチュールとか行って、大体一番ワインリストの一番上、いやこれとか、これが美味しいですよとか、知らんけどはい、以上完食、 OK、 うん、ナマステ、なんでいいねなかなかツッコミおらんかったからねアリーハウスポケ屋さんね、佐藤フード、佐藤シーフード、ここも美味しいでしょう、うん、ポケで丸亀、わお、あ、今日は少ないね列が、うん、まだ12時台ですけど今日は比較的空いてる、うん、いいよね、あ、ここでなんかピックアップできるのよ、もう買ってるね、丸亀をピックアップできるんだ、舞妓さんソフトクリーム、あそこもともとレイハワイ不動産が場所を見つけて、うん、取引お手伝いしましたけど、だいぶ前ですね、あ、ドーナツ、ランチでドーナツね、いいね、食べたことある、あそこ食べたことはない、やっぱあるじゃない、サーフタコじゃない、サーフタコ銃撃されてるやん、ねえ、やっぱり銃撃の跡らしきもんがあったけど大丈夫かなやっぱタコを巡って争いが起こる、争いが、ちょっと
で、ここ、これやん。意外にボンズチキンあんじゃん。美味しいっていう、これやん。ボンズ、うん、で、やってきました。声響くね、ここここですね、このコンプレックス。お地下内、もうすぐそこがあれよ、何、インターナショナルマーケットプレイス。歩いて30秒。でその奥がもうカラカワ通りで海で、ね、マグロブラザーズとかこの辺にあって、もうコンビニありますと、うん、で今日の物件がこちらの、書いてるね、ハワイアンプリンス。こちらです。こちらの 1LDK がなんと、うん、なんと7万ドルで今でハワイ不動産から売りに出てると。信じられないということで、ちょっと、チェキラウト。オッケー。で、こんな感じの中になってます。いいね、なんかリゾート感があって、なんかいかにもハワイモーテルって感じかな。で、2階のお部屋がこちらとなってます。213号。はい、やってきました。おお、なるほど。広いよね。広い。これで何スクエアフィート？約450、468やったかな。そんな感じ。十分よね。40平米ちょいかな、うん、これがなんと7万ドル。しかし、うん、借地なんですよね。借地権っていうのは期限があって、これが確か2040年まで期限があって、そこに到達するとお部屋を没収されちゃうっていう。延長はなし、なっちゃいますね。延長は可能性その時にならないとわからない。でもない可能性の方が高いから、うん、ないもんと思っていただきたいんですけど。でここがベッドルームかな。ラナイ付きね。ラナイって読んでいいかどうかやけど、エンクローズ、閉じられたラナイスペース、うん、で物めちゃめちゃ置けるし、ここにサーフボード大体ラックつけたら20本置けるよね。20本。この部屋入れたら1000本ぐらいいけんちゃう。いけるね。これはこの場所便利で、しかも、うん、あ、道が見えるね。マグロブラザーズが、それかな、ポケ屋さん。美味しいよね。涼しい。外暑かったけど意外に中涼しい、うん、サーフィンしない人はこう観葉植物。あ、ここね、いろいろ使えそうだ。そう、借地なんで、借地料と管理費合わせると1000ドルぐらいかな。月々1000ドル、うん、今やったら何本、14万ぐらいかな。で電気代入れて1200ドルぐらいなってくると。賃貸で貸したら2300とか2500ぐらい。ここ1ヶ月単位で貸せるから、バケーションレンタル、うん、エアビーとかで貸せる感じかな。3000はいかんけど、まあ、その3000弱で、長期で貸すとやっぱり家賃2200ドルぐらいかな。長期レンタル、日本でいうとこの通常の賃貸だと家賃2200ドルぐらい取れると。まだまだこうね、綺麗だよね。そう、ヴィンテージ感あるよね。ヴィンテージといえばヴィンテージよね。かっこいいよね。でこの場所、しかも洗濯機乾燥機なんかなかなかついてないからね。あ、ワイキキの物件に。普通コインランドリーだもんね。そうね、それがすごいプラス。サーファーとか最高じゃん。最高じゃん。歩いてカヌーズ、ポップスで、洗面がこんな感じで、今日が白のアルファです。久しぶりに会ったわ、アリーさん。え、またやっちゃった。うん、やっちゃった。あれだけ止めてたのよ、うん、突っ込んでくれへんから向こう行ってた。何やってるんだ。突っ込んでくれる人いたらやめてたかもね、このシリーズ。なんかやりそうな雰囲気だから向こう行っておこうかな、うん、やっててよかったね。
アロハシャツ紹介。いいね。ここがトイレでシャワーですね。お風呂はついてない、浴槽ついてないんですけど、シャワーになってます。まあサーファーなんかシャワーで十分、リーさんなんかもシャワーで十分よね。1回も湯船使ったことない、ね、お風呂は一緒、これまで人生入ったことないもんね、うん、だってシャワーね、1日2回3回浴びるからシャワーで十分だよね。そうだから、うん、もしここを何やろストレージ代わりにしたとしてもいいし、うん、貸してとかもいいかもね、うん、家賃を払うこと考えたら今言った通り2200ドルやから着地の期限2040年、あと17年ぐらい使えるんで、ここを割り切って買って他で借りるとだいたいいくらやろ、35万ドルやったかな、計算したんですけど35から40万ドルぐらい、あと17年払い続けるとなってくると、ここの経費はでも30万ドルぐらいやから10万ドルぐらい浮くんや、ね、ここの物件を捨てたとしても10万ドル得するってこと、もし他で借りることを考えたら確かにという使い方はできますね。ストレージでもいいけど、うん、どう、うん、リーさん、だこれ表面利回りで考えると、あめちゃめちゃ優秀よ、ね、はっきり言って、うん、もう 30% 以上じゃん。そう、こんな物件ありますか、表面にはしかも借地で、うん、これが焼却が取れると、うん、9年で落とせますみたいな、うん、そんなでもね投資はハワイでは別にいいんですけど、まあそういう考えも一方ではあると、ハワイは楽しむ場所として捉えてほしいんですけど、まあそういうメリットもございますということで、リーさん、okay. 2回にわたってお届けしましたけど、いかがでしたか、うん、どっちにしようかな。またでも秋戻ってくるよね。そうね、その時もう一回戸建て見てほしいな、見に行く、いいね、言いましょう。いいえ、以上ワイキキのど真ん中、いいよね、いい、ハワイプリンス7万ドル、レイハワイ不動産から絶賛発売中です、うん、この動画出る時あるかな、どうかな。ということで今日は海にアリーは行くのでしょうか。いや暑い、中でも涼しかったね。いやいいよね、ここのセキュリティがめちゃめちゃしっかりしてて、管理人さん毎回面接がいります。ここに住む方はもしくは買う方、面接がいるということで、ちゃんとした人が住んでますね。しかもこの場所でバケレンできるっていいよね。一番アウトで一番いい波を乗って帰りましょうかね。次回はどんなハワイ不動産が出てくるのでしょうか。アリーはサーフィンできたね。